はいどうも、イナレイスです、前回に引き続きゼノブレ実況やっていきたいと思います。前回終わったところとは少し違うところからのスタートなんですけど、まあ、ちょっと面白い発見というかちょっとってなってような感じのやつを見つけちゃったんですけど、これですね。俺韓国島にちょっと戻ってきたんですよ。一応なんだろう、クエストとかもちょっと消化しようかなと思って、でなんか来てみたらなんかめっちゃ流れ星落ちてて、これはなんかその巨人の残渣の封印が解けたこととなんか関係してんのかなってちょっと思ったわけなんですけど、ちょっとなんだろう、綺麗だけどちょっと驚しいというか、ちょっと不安になるような光景ですね。これがちょっとどうストーリーに関わってくるのか、この落ちてるものは何なのか、まあ、ちょっと気になるところであるんですけど、とりあえず今はこれ見せただけですね。つうわけで、前いたところに戻ってストーリーをまた進みたいと思います。はい、ということでやってまいりました。確か前回終わったところがあれでしたね。そう、シルクがまた謁見の間に呼ばれて、まあ一応みんなついてくるんだけど、まあ多分またモナド関連の話があったりするのかな。まあちょっと話を聞いてみたいと思います。あ、朝になった。方々、お呼び立てして申し訳ない。方々ってそういう呼び方もあんだね。いえ、何か僕たちにお話があるとか。私は皆さんにお詫びせねばならない。ハイエンターの傲慢を。うん？なんか今ミリナだけ反応が強かったな。そして先人が残した強固な防衛機構に安穏としていた。いや。しすぎていた。コロニー6とか9とかが襲われたのを止めなかったのを謝ろうとしてんのかな。鬼神兵の侵攻を下界の匙として座視していたのは誤りであったのだ。カリアン殿下、それじゃあ。ええ、これからは我らも共に鬼神界に立ち向かっていこうと思う。兄上、そしてお願いがあるのだ。まあハイエンターの助力はありがたいね。明らかにね、文明レベルがレベチだから。ホムス、ノポン、ハイエンターが手を取り合って旅している君たちの姿こそ巨神界連合軍のあるべき姿。確かに、確かにそうだね。まあちょっと比率はかなりホムスによってはいるけど、一応ね、ノポンの勇者とで、ハイエンターの次期攻守がいるって考えたら、釣り合いは取れてるのかな。連合軍編成への準備としてホムスやノポンとの橋渡しを頼みたい。ほーん、どうしました。なんだその顔は。少し考えさせてもらえませんか。おい、珍しい。なんかここはもうすぐにうんって言うと思ってたんだけど。シルク殿は我らに力は貸せぬとお考えなのだろうか。いや、そんなことはないと思うけどね。兄上、そうではないのです。メリオ、シルクにはやらねばならないことがあるのです。なんかメリオあれだな、どんどんヒロイン力が増してるというか。シュルクらしくないよ。ごめん、別に責めてるわけじゃないって。フィオルンのことだろ、考えたいことって。だよな。ハイエンターがホムスやノポンと手を取り合うのはお前も願ってたことだもんな。だけど僕は、メリア、また来た。行くがよい、シルク。
え？私は陛下の父上の愛を信じられなかった。やっと気づいたのは父上が死ぬ間際だった。大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎる。そうであろう。この流れはあれかね。メリア、僕決めたよ。みんなでフィオルン救出を優先するってこと？僕はフィオルンを取り戻しに行く。だがいいのか？俺が一人で探しに行った方が。いやいや、それはダメだって。みんなに迷惑かけるわけにはいかん。僕は僕自身がフィオルンを取り戻したいんです。シュル君、連合軍の方は任せておけよ、俺に。お、え、シュルク一人で行くって感じ？お前ほどうまくできないだろうけど、やってみる。俺にできるだけのことをさ。いや、それは私の役目だ。もうすでに取り合ってんじゃん。私はハイエンターとホムスの根血だ。ああ、まあそうだね。皇太子であり根血児である自分ならきっと連合軍をまとめられる。メリア、それじゃあ。ああ、私はこのコートに残る。なるほど。お別れだな。あなた、それでいいの？もちろんだ。だが、その幼馴染を取り戻したら、すぐにまた戻ってきてくれ。待っているぞ。ありがとう、メリア。今の口ぶりだとラインたちは残るって感じだったから、ダンバンと、やっぱりカリアン殿下にちゃんと話してきた方が良かったんじゃ。兄上なら分かってくれる。それより周りの重臣どもがうるさいことを言い出すかもしれんからな。ああ、モナドを持つ者が勝手な行動を許さんみたいな。面倒は少ない方が良い。そうか、じゃあ行くね。ああ、さっさと用事を済ませてこい。手伝ってほしいことは山ほどあるぞ。なんかせっかくヒロイン力が上がったのに、さっさと次のってか、もう一人の方に行っちゃうんだな。まあ、わかるけど。わかった。あ、なるほど。ラインが残るって言ったのはあれか。誰か一人残るとしたら俺だろうってことだったんだね。カルナ？ちょっと、何なのだ。あのさ、私あなたのこと応援してるからね。あ、なんかちょっと思いに気づいた。どういう意味だ？シュルクの望みを叶えるためにわざと離れるなんてなかなかできることじゃない。私は仲間として当然の。でもね、覚えておいて。距離が離れるとやっぱり気持ちも遠くなりやすいの。それはフィオルンって子を見つけたらできるだけ早くあなたのところへシュルクを連れていく。あら、これはあれか。なんか前回もさ、ヒロインが二人いるんだねみたいな話をしたけど、これパーティー内でもどっちを応援するかっていうのもなんかちょっと分かれる感じなのかな。ダンバーはもうね、できればお前、シュルクはフィオルンで結婚してほしいみたいな話したし、なんかちょっといいな。希望は捨てないでね。あ、そのありがとう。いいってこと。私はあなたのこと気に入ってるんだから。カルナがここでちょっと株を上げたな。あ、兄上来た。兄上。ご出立ですから、皆さん。お。これは。でもあれだね、重臣たちを置いてってこの衛兵だけ連れてきてるって感じだね。ご挨拶もなしに出て行こうとしてすみません。でも僕たち行かなきゃならないところがあるんです。なるほど。ですが、置き去りにされる我が妹は少々寂しそうで不憫ですが。え？私は
皇太子としての義務を。まさか。え、メリアがもう一人？そんなわけねえだろバカ。まあ加盟してるからわかるけどさ、バカかお前は。しかもメリアちゃんと匂いが違うも。あ、ノポンはそういうところにも感覚が引くんだね。ええ、妹にはもう少し巨神界のことを勉強してきてもらわねばなりません。その間皇太子としての公式行事をこなすためこのようなものを用意しました。影武者ね。兄上。皇太子殿下、神下として武をわきまえぬ非礼でありながらお願いした喫気がございます。ほうほうほう、申してみよう。シルク殿と共に皇都を襲撃した鬼神兵の追撃をお願いしたく存じます。おお、カリアン殿下。シルク殿、事情はすべて伺っております。今はお心のままに行動されてください。いつかまたお力を頼る日がきっと来るでしょう。殿下ありがとうございます。なるほど、ちょっとヒロインの片割れとはしばし分かれる展開かなと思いきや、やっぱりついてきてくれるんだね。粋だねあの王子様ね。本当にカリアンはなんかいい意味であの腰が低いというか、本来ならばね一番なんだろう王座にふさわしい人物だったのに、なんかもう潔くどころじゃないもんね、その王座譲ってるのも。あれでもう少したくましかったらね。別にいいじゃねえか。まあ確かに言われてみれば別に腰が低いことを除けば別に特になんかしたわけじゃないな、カリアンは。たくましかったらなんだよ。さあ、今ラインのこと言ってた？あ、白銀の鬼神兵は大剣の警告の先に築かれた奴らの拠点ガラハド要塞方面飛び去ったとの報告が入っています。なるほど、次の場所はそこったわけね。厳しい道中となるでしょうが妹よろしくお願いします。わかりました、必ず無事にお連れします。次期皇子様ではなく妹をよろしくお願いしますって言ったね。摂政よ、そなたからの婚誓心得た。シュルク殿と共に必ず果たしてまいろう。強烈にございます。僕も行こう。貴様アルビース、君が。え、アルビース、まあ、ちょっと怪しいのとか一旦置いといて、あなた一応予言官でしょ。次期皇主はまあ影武者がいるからいいとして、さすがにそのレベルの人たちが二人抜けるのもまずいんじゃない。ガラハド要塞に向かうには巨神の右腕バラク雪山を抜けなければならない。なるほど、右腕を抜けた先にその鬼神界の要塞、まあこのガラハド要塞ってのがあるんだね。あそこは雪深い山脈だ、初めての人には越えるのはままならないだろうから。そうか、予言官殿は。あそこの出身だったりする。よし、そうと決まったらすぐ立とう。連合軍のことはお任せください。今まで手を取り合うのに壁となっていたのは我らの傲慢さなのですから。できるだけ早く僕たちも合流します。うん、なんかその傲慢さを嘆いてる割にはね、やっぱりまあカリアンはまあ年は分からんけど、まあ多分200歳ぐらいだと仮定、メリアの兄弟だからもうちょいあるかな、150歳ぐらいかな、150歳、だから150年ぐらいかかってるけど、まあでもこうしてね手を取り合う姿勢を見せられるのはいいことだな。楽しみにしていますよ。それでは勇ましき者たちの旅立ちに我らの敬意を。なんだよ、来た時とはえらく違う態度だな。確かに。
そういうこと言わないの。うん。行ってきます、カリアンさん。あ、今影武者もあれしてたね。なるほど、アルビースはゲストか。いや、この最後の枠はさ、フィオルンじゃない？やっぱり。ってなるとやっぱアルビースは仲間にはならないと思うんだよね。お前信用してねえからな。決して。なるほど。あ、まだテレポートできない感じ？これあれかな、もしかしてもうフィオルのところにたどり着くまではもう寄り道できないっていう認識だってんのかな。とりあえず行ってみたいと思います。はい、つうわけでいきなりストーリーが始まっちゃいましたね。ちょっとあのポーズを解くのが少し遅れました。お前何仕切ってんだよ。信用しねえからな。コロニーシックスがあの状態じゃポットを打ち上げるわけにもいかないわね。あ、なるほど。じゃあコロニーシックスの復興をここで優先することになるのか。どうやって行くの。行かないの。巨神の右腕から降りるのさ。巨神の右腕は鬼神の剣、つまり大剣の警告を掴んでいるからね。あ、へえ。なるほどな。さっきも言った通り、右腕は雪深い山脈でね、一筋縄ではいかないよ。みんな準備はいいね。おう、バッチリだぜ。いい返事だ。これさ、コロニー6の復興がさ、この段階で終わってたらさ、また違う展開とかになったのかな。右腕にはマクナ原生林経由で行く。あの短距離ポットに乗ってね。さあ行こうか。え、乗り物に乗れるってこと？40数時間プレイしてようやく乗り物に乗れるというのか。はい。あー、うん。え、この状態でさ、あ、別に、いけんのか。なるほど。まあ、別にマクナの方にも別に勝手にいけんだろうけど。いけるんだろうけど。一応その飛行機で行かないと、ストーリーは進まないって感じか。はぁ。ちょっと悩むなぁ。いや、このさ、ストーリーが、あ、このなんだろう。ハイエン、じゃねえ、あの、赤モートの下りが終わったら、コロネ6の復興してもいいかなって思ったんだけど、なんかもうこの流れでわざわざコロネ6直しに行くの、ちょっとなんか変な話だよな。ただな、連合軍作るって言ってるからな。なんか、それになんかコロニー6が参加できない。もしくは、ちょっとなんだろう。参加するにしても万全ではない状態で、するのがちょっと、残念というかね。悩むな。まあでも今の雰囲気的にコロニー6いきなり行くのはちょっと違う気がするな。やっぱりフィオルの救出を優先しよう。また同じこと言ってんなこいつ。フィオルを救出した後にコロニー6直して連合軍を万全としよう。
そっか、あれか、コルネ6とか9とかのホームスの技術だと飛行機がまだちゃんとなかったのか。おえここ、あー行けなかった場所。なんかさ、そこにクエストがあってさ、ここどう行くのっつって撮ってない間にさ、結構30分ぐらいうろうろして探ろうとしたんだけど、そういうことか。なるほど。なんて言うお前。はい、え、あ、戻るのもできんだ。はい、あ、もうここでお別れなんだね、はい。ここでさ、戻るを選択せずにさ、他のところに行けたり別にするよね。この何の意味があるんだろう。まあ、話の展開には、世界的には、フィーロン連れて戻ってくるときには、まあ、ここに戻ってくるから、その際は、また、送り届けてやれよってことなのかな。ちょっと、あっち行く前に、クエストだけ受けていきたい。何がいるんだ、あんなところに。このところにいるってことはあれだよね。多分それこそ雪原の方から来た何かしら？違うな、ノポンだな。あ、2体いる。あー、そういえばそうだったな。行けない場所じゃなかったわ。橋がかかってたけどないなってなったもん、そういえば。なんだろう、強あご、強あご、強ぎと、わかんねえな。なんか強そうな武器が手に入るっぽいね。ノポン調査隊だって。はあ、あー木材足りてないね。あー、トサカは足りてる。なるほど。遺跡調査ってことは、この先になんか遺跡があったりするのかね。いや、昔から思ったんだけどさ、こういう橋ってさ、どうつくんだろうね。当たり前だけどさ、あんなとこまでさ、届かないわけじゃん。で、なんだろう、普通の橋とかだったらさ、まあ、海を渡る橋とか、まあなんかそういう柱とかを作ってさ、まあ、まだなんとなく土台から作れるからいいんだけどさ、これに関してはただの綱じゃん？あれなのかね、石になんかロープくくりつけて、向こうに投げ飛ばすとか？で、そのロープを伝って、橋を作り始めるとか、なんかそんな感じなのかな？まあ、この世界だったらエーテルとかあるから、別にそれでできたりするのかな？現実の、ね、吊り橋ってのはどうつくんだろうねっていう。素朴な疑問でした。ってことで行きたいと思います。別にここまではあれだな、ワープしてもよかったな。まあいっか。ああ、なんか早速二つに分かれてるな道。まあそこあたりいっかな。撮ってない時とかに冒険して、うわー、なんかいる。あれ、レベル90とかなってじゃない？あ、43？ 別に倒せるな。レベルためだから、きついだろうけど。まあ今ちょっとストーリー進めたいんで、ちょっと先行っちゃいたいと思います。あ、急に雪原になったな。こことここでなんでこんな差がある？こ
ここまではめっちゃ木とか生い茂ってんのに、暑そうなのに。まあ行ってみましょう。すげえな、マジで目の届く範囲全部雪原だな。お、鬼神海側だ。あれで滅んだわけではない。このままではまた悲劇は繰り返される。メイナス様、メイナ、それでは。メイナとは、おそらくエギルもこのことに気づいているでしょう。エギル、しかしなぜモナドを解放したのか。それはザンザにとっても諸刃の剣になりうるはず。そしてなぜあのホムスの少年を選んだのか。やっぱりこの感じ、全くフィオルンの人格が。あの少年のことを考えると胸が痛む。ああ、やっぱりメイナス様、メインの人格はもう完全にこのメイナって人だけど、感謝します。いえ、フィールの人格まだ聞いてるわけじゃないんだね。あの少年にモナドを持つ者に会ってみようと思います。ほう、モナドを持つ者に。ですがそれは、エギルは私の復活のことはまだ気づいておりません。それがメイナス様の望みでもありましたので。メイナスか。では私に任せてください。私はあの少年に会います。いいえ、そうせずともモナドが引き合わせてくれるでしょう。まあこちら側としては願ったり叶ったりだね。ただこのメイナスっていうのがさ、すごい重要なキャラっぽいからさ。あ、黒だ。それにようやく思い出したぜ。どこかで見たような娘だと思っていたが、ダンバンの妹じゃねえか。お、気づいた。ん？若本さんはどこまで知ってるんだろうね。ああ、ヴァラク雪原。なんかめっちゃ暑そうな場所ありますけど。そういう場所なんだね。サブサブ、こんな寒いの俺初めてだ。そりゃそんな格好したら、そりゃね。無理もない。ホムスの住む仮想じゃこんな気候のところはないからね。あ、冬とかになったりしないんだ。キキ、寒いとこ嫌いもん。まあそりゃあんなジャングルみたいなとこで生まれ育ってれば。そうなるよな。めちゃくちゃ金属着てるし。そうよね、マクナも暖かかったもの。ここを降りれば体験の警告なんだね。ああ、でもその前に君に見せたいものがあるんだ。なんだ。僕に。そう、君に。なんかある。見えるかい、あそこにそびえ立つ塔のようなものが。正確には遺跡なんだけどね。あのノポン探索隊はあれを見に行ったってことかな。見えるもん、最果ての木より高そうだもん。え、めちゃくちゃでかいってことじゃん。まずはあそこを目指そう。話はそれからだよ。なるほど。うん、なるほど。わー、めっちゃノポンいるじゃん。なんかあれだな、ここにいるノポンみんな青いな。なんかそういう、なんだろう、仕様だったりする、あの冬毛みたいな。雪山舐めちゃダメだもん。ちょっと話を聞いてくんだもん。まあ、分かった、まあ、その前にちょっと考察させてくれ。で、まあ、チラッと映ってた、その、白と黒なんだけど、白は、やっぱりその、フィオルンの、なんだろう、その、他人の空にとかではなく、あれは間違いなくフィオルンだと。ただ、今、メインの人格が、その、メイナスっていう、まあ、おそらく古代の、何かしら、鬼神海側か、巨人側かっていうのは、
ちょっとまだはっきりとしてないけど、まあ、何かしらの形で人格がフィオルンにダウンロードされて、でそのフィオルンが今顔つきの騎士兵になってると。ただでも今のなんだろう、その主力になったのことを考えると、なんでこんな胸がざわつくんだみたいな話から、まあフィオルンの人格は奥底に眠っていると。ミリア何しとる？まあ いや、まあでとにかくそれそれだね。だからその会って仲間になる際は、まあ多分だけどフィオルンに戻るのかな。ただでも戻るとしたらさ、そのメイナス様の人格がどうなっちゃうのって話なんだよね。いい人っぽそうだからさ、あれなのかな、仲間になる際はフィオルンは二重人格キャラになるのかな、なんか遊戯と闇遊戯的な。うん、まあそれはまあ仲間になって時のなった時のお楽しみって感じかな。で黒の方だけど、黒野の方があの感じは多分白より先にできた機体なんだろうね、若本さん。で、まあ、ダンバンの妹じゃねえとかって言ってるし、もうあれも間違いなく、まあ、生きてた頃、まあ、今も生きてんのか死んでんのか怪しいとこだけど、まあ、人間になった頃の記憶はまあ完璧に残ってると。ただでも白がさフィオルンだってことを今知ったから、騎士兵が人間にできてることを知ってたけど、そこら辺のなんか制作の段階というのは見せてもらえなかったって感じなのかな。で今のところ要所要所で借り出されてるのが黒ばっかだから、他のナンバースとかいない、ナンバースとか他の色とかはいないのかな。茶色は一応ジョバーに倒したけど、だからね、今後他にも色が出てくるのか、でどういう形でかかってくるのか。若本さんとかな、なんかキャラ的にね、もうこんくらいの段階でも死んでそうだと思ってたんだけど、まあ、死ぬか何かしらの形で役目を終えるかと思ってたけど、今んとこ結構しぶとく生き残ってるね。まあでも今はそのとこかな。うん、フィオルンが仲間になった際にそのメイナスさんの輪ってのが消えるのか、でメイナスっていうのがどういうキャラなのか、そして今後の若本さんはいずこっていうとこですね。はい、じゃあストーリー進めちゃいましょう。坂をずっと下っていくとバジーナ雪原、仮装を入れると、はいはい、トンネルがあるのね。そこを目指す。あ、そんだけ。あー、はいはい。あ、そんだけ。別になんで防寒具くれるとかそういうのないのかい。メディアとかもめっちゃ足出してるし、力に立っては金属着てるし、絶対に舐めすぎだと思うけどね。はいはい。ああ、仕事なんだね。クエスト、なるほど。ここでモンスターとか倒すと助かるってわけね。いくつある？ 3 つ ?4 つ？遠くからずるい？あー、なんか石とか投げてくるのかな。もう一回最後の、はいはい。結構報酬いいな。ノポンはあれなんだよな、ホムスと違ってなんか報酬をしっかりとさくれるんだよね。なんだっけ、あのノポンの村でもそうだったけど、それに比べてもうコロニー内の連中とかさ、もう下手すりゃ500円とかしかくれないからね。結構めんどくさいクエストとかやって、これただズーズーしいけど、やっぱりまあノポン紹介になるものを開いてるだけあって金は持ってるようだな。で何が売ってる？
あーん、そこそこ強いな。ただ防御力が下がるのか。今のラインの使い方的にはちょっと合わないかな。メリア、あーん、これはもう露骨に強いな。まあ、ちょっと一旦とこう。強っ。そんなんありってくらい強いね。そんな変わります？すげえな。しかもこれ全部持ってないもんね。多いな、武器本で。まあ、一旦置いとこう。これは候補ってことで。カルナ。これも強いな。クリティカル率がちょっと下がるぐらい。しかも、オートアタックが、の最小が上がるから、火力がより安定するんだね。スカイロッド。ここ、ああ、こっちも強いな。50、40、プラス5。ああ、上がり幅は、こっちの上だけど、こっちは防御が下がるって感じなのね。これは？ああ、強い強い強い。今持ってる武器より強いね。強いけど、防御とか、下がっちゃうのか。そこまで下がりはしないけど。これはちょっと置いとくな。ああ、これも。ああ、これもそこそこ強いけど。まあ、これ買うんだったらこっちかな。私結構なんだろう。武器とか堅実、武器というかなんかステータス結構堅実に行きたいタイプだからだ。結構防御力とか HP とかを重視したりする。で、ブラッディバンカー。これも、なるほど。似たようなやつだな。一撃カムカムとは。ああ、最大が増えて、クリティカル率も増えると。ただ、もろもろ他が下がるな。まあ、ケミアどちらかっていうと、なんかデバフとか使って攻撃するタイプだから、それは俺そんなにいいかな。で、最後にこれ。これも強いね。え？ 110、80と10。110、80、10。110、80。こっちの方がダントツに上がり幅があるね。ただ、空きスロットが1個と。でこっちは、ちょっと劣るけど、クリティカル率がもっと上がって、空きスロットが2つか。悩むなぁ。いやあ、でも悩むところでもないか。さすがにこれ強すぎるだろ。クリティカル率とスロット1。だって、クリティカル率って別にこっちだって増えるしね。これだな。これは絶対買おう。で、杖なんだけど、杖ね。こっちは、でもエーテル防御が下がるだけか。50、90と50、40ね。メリアは、ああ、でもメリアそんなにオートアタックしないからな。ああ、まあでも、サブキャラとして使うときは、すんのかな結構。とすると、どっちがいいんだろう。まあ、絶対買うよね、さすがに。ステータスの上がり幅あるから。澄んだ青色の石をコアにした杖。空をそのまま閉じ込めたかのようだ。で、まあ、デザインが増えるって考えると別にどっちも買ってもいい気がするんだけど。悩む。ちょっとこの辺、カットして、全部決め終わった後にお見せしたいと思います。というわけで一旦失礼。はい、お待たせしました。と言っても、カットしてるから、別に待たせてはいないか。まあ、結局、まず、買った武器で言うと、まあ、このさっき買った、雪化粧の太刀。まあ、ダンバンに関しては、まあ、もう物理攻撃で、もうひたすら切って、っていうタイプのキャラクターなんで、これはもう、一番ステータスの上がり幅の多いこっちにしました。で、メディアのロッドなんですけど、まあ、ちょっと迷いはしたんですけど、まあこっちの方がオートアタック若干強くなるけど、そもそも数値を見て別にそんなに、なんだろう、ミリアのオートアタックってそんなに高が知れてるんで、
で、しかも別にそんな大した上がり幅もないと。だから、まあ、このエーテル防御も確保できる、こっちにしときました。で、まあ、あと、リキの武器なんですけど、まあ、リキの武器も一旦ちょっと保留にしました。まあ、なんだろう。強くなるけど、デメリットも結構あるんで、まあ、一旦保留でもいいかなと。で、まあ、もう、で、それ以外にも、買ったものがあって、まあ、このジェイルトップスっていうのと、あとジェイルボトムズ。そう、単純にステータスの上がり幅が結構なかなかだったんで、もうこれをもうみんなに買ってあげました。一応ね、なんだろう、その、エーテルがつけられない、エーテルじゃない、ジェムがつけられないやつとかもあるし、で、なんだろう、重装備。これとかね、ちょっとこれ、物理防御はね、かなり上がるから、これも買ってあげたかったんだけど、まあ、まず金がないってのと、あと重装備だから、まあ、多分だけど誰もつけられない、今のところは。重装備って何なんで、あれなんだよね。なんか、キャラに応じて変わったりするのかなと思ったんだけど、カルナとかが、なんか、なんだっけな、スキルツリーで、そう、なんか、重装備がつけられるようになったんだよね。だいぶ前の話だけど。だから、キャラが強くなっていくと、重装備をつけられるよっていうことだと思うんで、まあ、いずれは役に立つんだろうけど、まあ、今のところはね、買わないことにしておきます。で、うん、まあ、だからその、ボトムズとトップスを買っただけでも、ほとんど金がつけちゃったんで、今回の買い物はこんぐらいにしたいと思います。まあ、つうわけで、はいはい、ありがとう、ありがとう。まあ、というわけで、ちょっと今、ちゃっちゃっと装備つけたいと思います。はい。ジェムと、あと、トップス、ボトムズをそれぞれつけ終わりました。そう、結構、ジェムの、あれが悩みましたね。まあ、シルクに関しては別に、まあ、もともと素早さアップとか、移動速度アップとか、まあ、その辺を意識してつけてたんで、まあ、こんな感じかなと。で、メディアがよくわかんないんですけど、まあ、本当だったらエーテル力とか上げるのがいいんだろうけど、今んとこエーテルを上げる、まあ、エーテルアップってのはあるけど、あ、エーテル力が上がるのか。うん、だとしたらこういう系が一番いいんだろうけどね。まあ、それそれとして別に素早さとか、その辺とかも鍛えといて損はないのかなと。エーテル防御に関しては、まあ、なんだろう。単純に HP が低いからね。まあ、ありなのかなと。で、リッキーに関しては、まあ、もともとの HP が高いから、もう結構もう HP アップを中心につけてあげました。でね、なんだっけな。デバフ時間を長くするみたいなやつがあったんだけど、あれ俺勘違いしてて、リキのスキルのデバフの時間が伸びるんじゃなくて、ジェムのデバフ力が上がるってだけだったから、こういう、なんだろう、出血強化とか、こういうのの、こういうのがちょっと上がり幅があるよってだけで、なんだろう、あんまり大したことじゃなかったんで、それを外して、代わりにその出血強化、まあ、リキを確か出血させるスキルがあったんで、まあ、それつけてあげて、筋力ダウンは、うん、まあ、なんとなく。リキは結構、HP 高いのもあって、結構前線で戦うことが多いんで、まあ、これでもありのかなと。で、カルナは、こんなんあったんだ。つけてなかったね。じゃあ、これつけてあげよう。ちょっと待ってね。どうしよう、カルナ。カルナはエーテル力とか上げても方がいいんだろうけど、今ちょっとそのジェムがないんで、まあそれはまあ今後作ってくるとして、まあ今つけるのは、そうだな、攻撃力安定なんかつけても、ああまあまあ、悪くないんすよね。カルナのオートアタック。他のやつらに比べると。一番高いのがね、このダンバンと、あとシュルクなんだけど、メディアとかね、まあ、こんなもんだし、力も別にまあ悪くはないけどこんな程度だし。って考えるとね、この800、上がり幅800ってのは悪くないから、
これに安定つけてあげるのも悪くないのかな。まあでもカルナに役割はあのヒーラーなんで、でかといって HP アップつけてもそんなに上がり幅が結構あるな、あるけど、カルナ的にはあれなのかな、やっぱりその物理防御増とかエーテル防御増とかそういうのが一番いい気がします。筋肉とかあげてもしょうがないしね。他はね、ちなみになんだけど、一応こういう出血防御とかバインド抵抗パラライズ抵抗とかもう行動不能にさせてくるものをもう中心に防御してます。まあヒーラーがやられたらね一気に崩れるんで、まあ最近使ってないんだけどね、カルナは。まあ、別に単にエーテル防御を上げるってのも悪くないけど、ちょっと待って、これステータスになってんな。すべて表示。気絶は、まあ、彼のスキル持ってるけど、つけてないから、それは抜いといて。開幕攻撃強化って意味あんのかな。気絶も別に特に意味がないと。うん。ああ、デバフ系ね。バフ系も悪くないんだけど。どうすっかな。結構悩む。2は、まあ、あんまりつけてもしょうがないんだよな。どうしよう。物理防御増とかもうちょっと作りたいね。あの、主にカルナとメディアのために。まあ、とりあえずこれと。季節はしょうがないからつけないし、アーツヒーってなんだ？HP が、微妙。攻撃力強化って面白いね。それ、あの、筋力とは何で、筋力はオートアタックの最小も最大も上げるけど、こっちはオートアタックの最大を上げるだけなんだね。これはいいや。このデバフ時間、デバフ効果時間、ジェムのデバフ効果時間だからね。他にデバフをつけてないからしょうがないんだよな。それつけて、まあ素早さダウンがあるから悪くはないけど。素早さダウンつけてるからこっちでいいかな。はい、まあじゃあカルナはこんな感じで。で、ダウン版はもうこういうやつですね。一応攻撃能力安定をつけてあげても、それ以外はもう、ね。安定に筋力アップ、筋力アップ、筋力アップ、出血防御。まあ、出血防御はなんとなくつけてるだけだけど、バフ時間プラスいるかな。あと時間じゃないもんね。これ永続型だから関係ないもんね。としたら、この辺をこっちにするんじゃなくて、より安定させることができたりするのかな。あ、待って、ダメだ。攻撃力安定は武器にしかつけられないから、このテンション変動ってなんだろうね。テンションが上下しやすくなるっていいことなのか？よくわかんないんだよな。出血防御別に無難にまたつけてあげてもいいけど。何番もね、そんなに HP が高いわけじゃないから、それこそね、あの、物理防御系とか。のがいいんだろうけど、筋力って残ってたっけ？ある。あ、じゃあもう筋力にしちゃおう。うん、もうもうゴリゴリのパワー系でいきます。で、最後にこいつなんだけど、こいつは、まあ、全部 HP アップでも悪くないんだけど、タンクだから一番ダメージ受けやすいから、 HP だけじゃなくて、あの、こういうね、回復アップとかを結構中心につけてあげました。で、炎熱防御に関してはこれ外せないから、しょうがないんだけど、エーテル防御これあれか。移してもいいか。カルナだった、カルナじゃない、あの、まあ、カルナとかラインとかに、カルナとかメディアとかに。で、アート使用すると HP が25。25ってしょっぺんだよな。どうなん？ 25 って。
だからちょっとこれを外そう。外して本来ならば HP アップとかつけたいんだけど、筋力ダウン。ラインもね、別にオートアタックそんなに弱、結構強い方だし、なんならね、一番オートアタックするから近くにいて、だからこれ悪くないかも。筋力ダウンは武器発動アップに関してはこれ何の意味がある？ジェムの効果発動、発動率でしょ？だとしたらこれは意味あんのか？あと永続型って別に発動率、これあれだよね、デバフ系とかにとの相性がいいってことだよね。うん、 16% だからこれがちょっと上がるってことでしょ。逆にこれを外したとしたらどうなる？筋力弾が 10%。 あー、うん、まあいいや、こんな感じにしてみます。でだとしたらメディアにちょっとあれだな、移動速度アップは別にそんなに大した意味はない気がする。まあ意味はなくないんだろうけど、あのあれにつけちゃおう。ちょっと待って、なあ、難しいな本当にこのゲーム。どこ行った？当たった、だエーテル防御像。うん、物理防御、エーテル防御、エーテル防御。そうだから HP 低いなりに死ににくくなったと、これで。で素早さアップも顔未完率が上がるから、これこれで悪くないやつなんだよね。というわけでこれでいきたいと思います。長らくお待たせいたしました。まあ今日は時間があるんで、まあそこそこゆっくりやっていきたいんですけど、まあ基本的に動画の時間は1時間前後を目指してるんで、まあそんなに、まあ次のストーリーの節目についたらって感じかな。ってか待って、広いな。まあでもあれだよね、ここ坂を下ってったところにあるんだもんね。なんかあそことかにも道あるけど、あれはちょっと一旦無視します。つうわけで、まあなんか起こるまでここもまたカットしたいと思います。まだ目的地への途中なんですけど、なんか夜になったら景色がだいぶ変わりましたね。なんか今まで白かったのが黄色くなって、なんか黄色い光みたいなのがなんかいろいろ出てますね。おっと、見つかったか。まあちょっと面白い景色だなと思ってちょっと再開しておきました。あ、ロケーション発見しましたね。はい、じゃあまたカットに入ります。はい、それらしき場所に着いたんで一旦ここでカットを解きました。なんかランドマークここにあったんでね、まあ、そろそろかなと。じゃあ洞窟入っていきたいと思います。なんかめっちゃ氷ある。これ滑ったりしない？滑ったりするね。おお、大丈夫大丈夫。え、大丈夫。え、あ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 、今の入んなきゃいけなかった？ああ、でもこの階だってんの。あ、この階だってるわ。あそこってうまいことジャンプしたり飛び乗りたりしたのかな。つか大丈夫なの？こんなさ、極寒のさ、地のさ、水中なんか泳いでたら死ぬでしょ普通。まあそこは多分大丈夫なんだね。なんかブレス・オブ・ワイルドとかだとね、まあ、まずスタミナ切れってのもあるし、あとめちゃくちゃ寒い地域の水の中に入っちゃうと、HP 失っちゃうってのがあるんだけど、ノッポンキャンプ。あー、またあるね。まあちょっとクエストを重視しちゃおうかな。うわー、結構くれんじゃん。え、スパイク防御に冷気防御。あー、そうそうそう、さっきさ、ここに来てる道中にさ、モンスターに襲われて、
ったんだけど、その時にさ、霊気っていうデバフ食らったんだよね。で、力のスキルでも霊気っていうさ、あの、コーラスローみたいなスキルがあって、あれもなんかさ、持続ダメージみたいなのがあるんだよね。だから、この地のモンスターって結構そういうの使ってくるのかなって考えると、この霊気防具って結構強いのかもしんないよね。まあ、とりあえず引くちゃおう。あ、こんだけ？あ、珍しい、一個だけか。で、ショップ。なんかもうさっきからショップばっかで申し訳ないけど。うん、あんま変わんないのかな？え？あ、待って、そっか、忘れてた。用がなくても、来てほしいもん。メリアに装備してなかったね。このスカイロッドってやつかな。でもおかしいと思った。なんで何もないと思って。OK。ちょっと1個減っちゃったけどね。枠が。まあでも、こっちの方が強いでしょっていう。どうなんだろう。エーテラップどこまで役に立つのかな。まあ、そもそもシルクもシルクで雷武器がかなり雷属性だからもやしいけど、まあ、この見た目で雷じゃないってことないよね。さすがにビリビリってし、これはね普通に、うん、特に何もできないから。これさ、メディアにあげられたりする？全然、まあ、ジャンゴキャップ着てっから別にいいんだけど。あ、できないね。あ、中装備がつけられないのか、まだ。なるほど。うん、まあじゃあ君はこのままだな。他は変えたよね。うん、カルナも変えたし、ダンバーも変えたし、うん。OK。じゃあちょっとまた引き続きショップを。だからこれはさっき買わなかったやつ。これも弱くはないけどな。これは今ダンバーにつけてあげたやつだよね。うん。で、これもさっき見たし、これもさっき見た気がするな。悪くないけどってやつだね。まあ、リキは HP 高いから、物理防御とかエーテル防御とか別に多少減ってもっていう捉え方はあるんだけど、オートアタックもよくするしね。まあ、そういう意味では確かに悪くないのかもしんないけど、まあ、別に今はいいかなっていう。ここら辺も同じかな。うん。もらえるトップスも同じだね。ああ、でもアーツの章がある。ありがて、力の強化だね。はい、これでもう金はほとんどなくなりましたな。一応こいつらでも話しかけとこう。ああ、なんかあったんだね。これはクエストじゃないんだね。はいはいはい。まあでももうちょっとなんで、もうちょっとか、また結構遠いな。ちょっとここも飛ばそうかな。はい、それらしき場所に着いたので買ったといて解きました。ここかな。あ、ついた、ついた。なんか洞窟がある。遺跡、こんな場所に誰が。あ、これが遺跡。アルビス、お前が言ってたのここだろ。うん、しばらく見ない間に氷が張っていたとはね。うん、あ、来たことあんだ。いや、こっちの話。もう怪しいじゃん。お前あれだろ、この際ちょっとアルビスの怪しい点もちょっと述べるとさ、そう、ザンザと知り合いだったじゃん。めちゃくちゃ。あのカットシーンでさ、ザンザが、なんかその、尻ではないけど、消えた後にさ、槍に話しかけてさ、知り合いってことはさ、絶対にこいつ、まあ、体はともかく、
中身は絶対数千年とか生きてるでしょ。だってザンザ今までずっと封印されてたんだもんね。となればさ、ね、巨人側と何かしらの形でグル、まあ悪いことしたかどうか分かんないけど、あのメイナス様の話によるとザンザってなんかちょっと、まあ、決していい人物のような語ってなかったよね。となるとアヤルビーストもかなり怪しい気がするんだけど、まあでも協力はしてくれてるしな。どういう目論見があるんだろうね。それよりもあの氷を何とかしないと遺跡の中に入れないな。力の炎とかで溶かせない？熱いお湯をかけるもん。それね、やっちゃいけないことです。あれ、力ズボン履いてる。おっさん、適当なこと言うな。そっか、ボトムスつけたが開けた時に自動でなっちゃったんだな。ダサいからちょっと後で取っとこう。そうだ、確かこの辺りに間欠泉の吹き上がる場所があったはず。ああ、通った通った。そのそばにある洞窟に火曜石と呼ばれる石があるらしいよ。それがあれば氷を溶かせるのか。もう早く言うよな。おそらくね。どうする、行ってみるか。あの遺跡大事なんでしょ。そうだね、まずは間欠泉を探してみよう。さっき来るときにさ、まあ、温泉だったかどうかわかんないんだけど、露骨にそれらしきものがあったんだよね。どこに行けばいいんだ。あ、でもさっき通った場所ではないな。そう、あのこの湖、ここになんかバーってなんか出てて、一回そこに乗ったんだけど、それではないんだね。ってなるとどこ。ああ、あったあったあった。あ、こっち側行くって感じか。ちょっと長くなりそうだな。うん、今日はじゃあ一旦こんくらいにしといて、しときます。うん、次回あれかな、あのまあクエストとかもこなしつつ、じゃないや、違う違う違う、だからその次の配信までにクエストを適当にこなしてって、少しだけレベルアップ上げした後にこの完結戦とやらを探してそれ進みたいと思います。というわけで今日はおしまい。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。